はい、どうもアンドゥです。今回なんですけども、フードロス削減企画。最近結構やってるんですけど、今回も賞味期限が近いパンを中心にたくさん食べていこうと思います。いただきます。はい、ということでここからはテレコで、ね、喋っていきます。まずはオーシスのもっちりピザパンから食べていきます。コーン入りチーズ風味マヨソースとベーコンをトッピングしたもっちり食感のピザパンになっています。去年よりもピザソースが増量していまして、パワーアップしてます。トーストしたら外はサクッと中はもっちりしてて食べやすいですね。以前よりもトマト感が強くなってより美味しくなりました。ボリューム感も増していて満足感が高いもっちりピザパンになっています。もうこっちのピザパンも好きですね。フジパンのピザパンもあるんですけど。続いてはこちらパスコの彩りマフィンチョコになります。チョコを練り込んだイングリッシュマフィンになります。パスコといえば超熟の食パンであったり、このマフィンシリーズが結構印象深いんですけど、マフィンのチョコバージョンは初めて見かけましたね。今回はマーマレードとシナモンかけて食べていきました。上の黄色い粉がこぼれるのが気になるんですけど、これはトウモロコシの粉みたいですね。甘すぎずに中にチョコクリームが入っていて美味しかったです。続いてこちらフジパンからエッグベーコンになります。ベーコンを1枚丸ごと乗せた商品になっています。前から気になっていたんですけど、何気に初めて食べましたね。なんとなく想像していた通りの味かなっていう印象です。エッグベーコンって言ったらもう定番な組み合わせだと思うんですけど、今回トーストして食べたんですけど、ベーコンがねトーストしたらこんがりしていました。病みつきになる味で中毒性は高いかなと思います。ケチャップをかけた方が食べやすくなるという印象ですね。続いてはローソンから山崎製パンのダブルチョコケーキドーナツクランチになります。チョコケーキ生地にチョコレートでコーティングして砂糖菓子をトッピングしています。1個がね重たいなと思ったので前半に食べました。ミスドみたいな生地でチョコレートでコーティングしているので満足感は高いです。しっとりとしているんですけど、油で生地がかなり重たいかなと思います。ドーナツ1個で500キロカロリーオーバーなのでかなりの破壊力を持っていますね。続いて同じくローソンから山崎製パンのスパイス&チョコを食べていきます。デニッシュ生地にカルダモンを練り込んだチョコ風味クッキー生地をトッピングしています。中を開けてみると中にねフランス産パールショコラ入りチョコクリームをサンドしています。なんとなく合いそうだと思ってシナモンとマーマレードつけたんですけど、めちゃくちゃ合うんですよね。美味しかったです。カルダモンを初めて食べたんですけど、生姜のようなスパイシーさがあります。続いてこちら第一パンからブレッドセレクションの卵&ハムを食べていきます。ダイスカットハム入りの卵サラダになっています。もちもちでしっとりとしたパン生地が特徴です。少しスパイシーさがあってずっしり重たいですね。味はしっかりとしていて美味しかったです。少し具は少ないかなという印象でした。続いて同じく第一パンから大きなリンゴデニッシュを食べていきます。シナモンを入れて柔らかく煮たリンゴの果肉をデニッシュ生地で包んでいます。オーブンで温めて食べたんですけど、冷蔵庫で冷やしすぎたのでちょっと冷たかったですね。冷やしてから温めて食べると外は温かくて中はひんやりとしてどちらも楽しむことができます。今回は生地が食べやすくなってリンゴが冷えてて美味しかったですね。いつもは終盤に食べて重たく感じるので、今回はあえて前半に食べてみました。デニッシュはねオイリーで重たいかなとは思います。ちなみに1個で 150g ぐらいもありまして、大きくて重量もあるので半分に分けて食べるのがちょうどいいかなと思います。続いてはこちらトップバリューのカレーパンを食べていきます。野菜の旨味を生かしたコクのあるカレーを包んでいます。揚げパンの生地の比率の方が高くてカレー自体は少ないかなという印象でした。オーブンで温めて今回は食べていきました。このカレーパン自体は初めて食べたんですけど、コクのあるカレーで辛くはないので食べやすいかなと思います。続いてこちらパスコのホイップメロンパン、フラノメロンを食べていきます。フラノ産赤肉メロンの果汁を練り込んだビスケット生地をかぶせたメロンパンになっています。フラノメロンの濃縮ピューレ入りのホイップクリームをたっぷりと、ね、注入しています。今回初めて食べたんですけど、ホイップクリームがなんか少ないかなとは思っていたんですけど、片側にね偏っていましたね。ビスケット生地が大きくて満足感は高くて全体的にメロンを感じることができます。続いてこちらフジパンのピザパンになります。もう王道なやつっていう感じなんですけど、完熟トマトソース使用のピザソースと刻んだハムが相性よくて美味しいです。もう小さい頃からずっと食べてるんですけど、食べやすくて安定の美味しさです。ふわふわしてて満足感がやっぱり高いなと思います。オーブンで1分ほど温めたらふわふわもちもち感がアップします。こんがりと食べたい人はトーストしたらサクッともっちり味わうことができます。今回は珍しく3つに割いて食べていきました。続いてこちら両雄パンのトリプルチョコドーナツを食べていきます。口どけの良いコーティングチョコやしっとりとしたチョコ生地、ビター感のあるチョコクリームが特徴になっています。今回はマーマレードをつけて食べたんですけど、やっぱりマーマレードと合いますね。上の方にチョコクリームがありまして、上のコーティングチョコが厚めなのでチョコをしっかりと味わうことができます。
チョコクリーム自体は多くないので、上のコーティングチョコでチョコを強く感じさせているような印象があります。続いてこちら第一パンから関東栃木レモンホイップサンドを食べていきます。関東栃木レモンを使用したホイップクリームを黄色いパンでサンドしています。黄色いのが特徴なんですけど、真ん中にホイップクリームが入っていて両端はパンを食べているという感覚ですね。黄色いパンは着色料だとは思うんですけど、ホイップクリームがレモンを感じてどこか懐かしい味がして美味しいです。小さい頃に体験したような既視感がありましたね。蒸しパンのバージョンも販売されていました。ホイップの比率は少ないんですけど、このレモンホイップ自体は美味しかったです。続いてはこちら神戸屋からハムマヨを食べていきます。ハムとマヨソースを巻き込んでいまして、マヨソースは少なめでハムの中に入っています。懐かしい味でしっとりとした味わいが特徴です。味は普通に美味しいんですけど、なんか意外と飲み込みにくいかなという印象はありました。メーカー問わず同じような感じの一口サイズとかのパンのシリーズも好きですね。続いて同じく神戸屋から北海道ダブルメロンコロネを食べていきます。青肉メロン味クリームと赤肉メロン味ホイップをダブルで味わうことができるしっとり柔らかなコロネになっています。青肉メロン味クリームと赤肉メロン味ホイップの相性がめちゃくちゃいいんですよね。思ってたよりも真ん中にかけてたっぷりとクリームとホイップが入っています。青肉メロン味クリームがペースト状でとろっとしています。赤肉メロン味のホイップは重たいんですけど、青肉メロン味クリームがさっぱりとしてくれます。続いてこちら山崎製パンからハム卵パンを食べていきます。ハムと卵フィリングを包んで焼き上げています。初めて見た商品なんですけど、ケチャップをかけて今回は食べていきました。トーストしたらね、熱々でこんがりしています。食べてみた感想としましては、ハムと卵フィリング自体は美味しいんですけど、なんかパンがスースーしまして、不自然な味であまりパンは美味しくないかなという感じなんですけど、ケチャップはかけた方が食べやすくなるかなと思います。続いて同じく山崎製パンからプレッドセレクションのパンオショコラを食べていきます。最近よく食べる商品なんですけど、今回も冷蔵庫で冷やしてからトーストして食べていきました。マーマレードかけたらね、より美味しく食べることができます。板チョコ自体は重すぎずに程よいビター感がありまして、100円前後でこれを食べれるのはやっぱりコスパがいいなと思います。買った時点でチョコがボロボロに崩れていたんですけど、何回も食べてしまう美味しさです。続いてランチパックのプルコギ&チーズを食べていきます。ピザハット売上ナンバーワンの特うまプルコギをイメージしたピザハット監修の商品です。甘辛ダレと和えた牛肉入りのプルコギ風フィリングとチーズソースをサンドしています。正直今回のドラフトの目玉商品ですね。以前にも同じこと多分言いましたね。1枚目は逃走して、2枚目は普通に食べていきました。逃走して食べたらチーズソースドレッシングがいい感じに溶けて、プルコギ風フィリングとうまくね交わります。ソースが濃厚に感じるかもしれないんですけど、ピザを食べる時よりもカロリーを抑えることができるので、ピザが食べたくなった時におすすめです。続いてこれが最後になります。パスコのパスコスペシャルセレクションからアップルパイを食べていきます。たっぷりの赤ワイン漬けリンゴプレザーブと洋酒入りのリンゴジャムをパイ生地で包み焼き上げています。今回食べていった商品の中では唯一200円超えとなる商品になっています。赤ワインが使われていまして、アルコール分は 1% 未満だそうです。今回は冷蔵庫で冷やしてからトーストして、マーマレードとシナモンかけて食べていったんですけど、トーストしたら外はこんがり、中はひんやりとしていました。赤ワインの芳醇な香りが広がって、その中でリンゴの美味しさをしっかりと感じることができます。リンゴはある程度入っててシャキシャキな食感で美味しいです。今回2時間半近くかけて食べたので、お腹いっぱいというよりは疲れて眠たさの方が勝ちました。ということで無事に完食しました。本日もご視聴ありがとうございます。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。アンドゥでした。バイバーイ。